はい、皆さんこんにちは、アトクです。本日はゲストでミストさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いいたします。で、今回はですけど結構面白い動画になります。解放をしまくっていく動画です。先日ミストさん見ていただきました、僕の虹谷の。あー、引き見ましたよ。 SR プラゴが2つ通るっていう。いやいや、半端ないですね。一気に48まで行ったんですよ。はい。まあ、ただそれだけでなく、僕の場合今ね結構解放がガツガツ進められるので、はい、なんか無謀な解放はいつも通りあんまりしないやり方で、なんかしっかり GO を作っていくっていうやり方で、ただそれでも結構な数いけそうなんで、ちょっとその辺をお付き合いいただけたらと思うんで、はい、ちょっとミストさんに、いやここ落ち着けみたいな、いここ、こっち行けみたいなアドバイスいただけたら嬉しいです。了解しました。まあ、まずはいつものこの PN 牧場から育てている、はいはい、キャラたちから、まあ、こうゆっくりやっていこうかなと思います。おお、こういう感じですね。なるほど。PN プラゴって全然2回行かなくないですか。行かないっす。行かないっすよね。マジで行かないっす。なんなんすかね、この謎仕様。でもそれでもやっぱり PN 牧場の時に頑張った恩恵ってすごいっすよね。すごいっすね。いや、なんかそこは俺ほんとここ1年やってて、はい、マジで皆さんに時間があるならばやっていただきたいなというですよね。はい。でも前もう3ヶ月くらい前ですから、なんかプレミアムフライデーキャンペーンみたいので、はいはい、なんか半日だけ PL 牧場来るみたいな、ね、1回ありましたね。あれちょっと復活してほしいですよね。あれで半日でいいからちょこちょこ欲しいっすよね。いや、あれでかいっす本当に。いつの間にかそのキャンペーンがなくなっちゃったんで。そうっすね。はい。あとはやっぱりあの限定キャラとかが復刻してる時とかに来てくれるとなお嬉しいっすよね。熱いっすね。はい。こことかやばくないっすか。もう半端ない。もはや R が欲しいっすね。まあ、一応これはしっかりこのアニメーション見て、この後から結構長くなっちゃいそうなんで、はいはい、ポポンと。おお、おお、行くか。おお、ちょっとどんどん押していくスタイルで。はい。もう一体これいきますよね。いや、すごい。4。うん。最後に来たのは年末でしたっけ、 PL 牧場って。そうですね、年末年始かな、あれは。あ、年始も入った気がしますね。なるほど。知ったらまだ来ないかなっていう感じですかね。そうですね。でもなんだかんだあの過去の履歴、ゲームウィズさんのとか見ていると、はい、2ヶ月か3ヶ月おきに来てるイメージはあるんですよね。おー、おー、でかい。なるほど。なので、まあ2月の後半もしくは3月の頭、はいはい、とかに来てもちょっとおかしくないんで、まあ、その時までにまたいかにメダルを貯めておけるか。ガチャ。そうっすね、はい、あれ今回の飛距離くんってガチャポイントも貯まりましたっけ、前回の。あ、どうだったっけね、確か貯まんないんじゃないですかあれは。ああ、あれメダルだけでしたっけ、だった記憶がある。自分もあそこは石割らない立ち回りをしていたので。ああ、いや、でもあれやっぱり本当美味しいイベントですよね。あれは本当に時間があれば絶対やった方がいいですね。でも僕いろんな人に言われたんですよ、はい、あれ、はい、徳さんは全くやらない感じなんですかみたいな。はいはい。でもミストさんだったら逆にどうしますか、僕の課金額というか、 年に1万から1万5000ぐらいだと思うんですよ自分。はいはい。それであのイベントを石割ってまで頑張る必要ってあるのかなっていう。どうなんですかね、まあ、今回のその、まあ、500位とかのボーダーとかはちょっと分かんなかったんですけど。はいはいはい。ただタッツーさんとかもなんか今回トップ100でしたっけ、入ってましたね。入ってましたし、結構美課金の方も走ってる方多かったので、まあ、今後のまあアイテム交換だったり、まあ、覚醒のアイテム交換を見据えて走るのはまあありなのかなっ
とは思うんですけど、やっぱりありなのか。まあ、そう、時間があるなら僕はあり派ですね。難しいな。でも俺、じゃちょっとそこだけ今一旦見てもらっていいですか。はい、行く行く割と開放いいっすね。そこだけ見てほしいっす。ストアメダルは今僕13万メダルあるんですよ。はい。でアイテムも今これだけあるんですよ。あ、これ見ちゃうとちょっと。でプレゼントボックスに友達スタンプとか、はい、多分30、40ぐらい余ってるんですよ。あ、そうなんですね。あ、だとするとそこまでっていうのもありますね。あの今回結構サクセスキャラが登場、あ、サクセス候補が登場してくれるおかげで招き猫とかも集まりやすいイベントだったんで、はい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 、そのためにメダルとそれを目的に走ってる方ってのもいたんで、ああなるほどね、はい、なるほどね、アイテム不足な人、はい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 、でも徳さんの見た感じそんこまでじゃなかったんで、まあ今回は無理しなくて正解だったのかなとも思いますね。結局、ね、あれじゃないですか、報酬のガチャ券で有能を引けないと、まあ、そうなんですよね、そうなんですよね、走った意味みたいになりますよね。だまあそこ考えるとやっぱり非課金か無課金の方はちょっとリスキーでもありますからね。そうですよね。はい。これユニキはすごくないですか。え、これこう下手したら50いくんじゃないですか。いやでもそれがね、俺も毎日行かないかな行かないかなと思って計算するんですけど50は厳しそうなんですよね。いやでもこれはゆっくりもう普通の静かの SR を貯めてって SR プラゴを2体くらい作ってまた虹谷みたいにやってほしいですね。ああそうですね、そうですね、はい、うん、ただやっぱりその今でこそ虹谷48でちょっといろんな可能性をセレブリーダーという意味で秘め始めましたけど僕もはいはい、ただやっぱりそろそろフレンドさんに何かこう還元しなくてはっていうのがね、前の動画でも言ったんですけどあって、はい、そのためには覚醒はねしたいなっていう思いが正直どっかにあるんですよ。はいはい。できればこの動画で46に持っていけたらもう最高っすね、文句はない。それでかいっすね。と言いながらも結構な数をやって佐久間もいきますね。うん、今回アップデートでガチャ保管庫からも合成ができるようになったんですよね、確か。あ、そういえば来てましたね。はい、それ結構便利だなっていうふうに思いましたね。確かに確かに。ただノーマルガチャは倉庫に貯めれないから意味ないんですけど。はい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 、はい、いろんなアップデートする前にもっとやることいっぱいあるだろうと思いますけどそうですね、結構ツイッターでパワープロご意見版とか、ちょっと暇な時あのエゴサーチするんですけど、はいはい、結構うわそれなっていう意見多いですね。ああこれやれよみたいなやつ、ね、そうですね。うんな、 R に対してはなんかわざわざ5も行かなくていいんですよ、2も行かなくていいんですよはいはい、ただ PR には行ってほしいですね、やっぱり。そうですね、なんか PN 牧場が報われてない気がする。うん、虹谷もあれっすね、あの暁強化来るまでに50にしたいっすね。したいっすしたいっす、本当にしたいっす。いや僕も先日の動画で暁守るが48になって、おお、ちょっとこれも暁強化来るまでになんとかできたらなっていうふうに思ってたんで、はい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 、そろそろゲーテルトというか強化も来てもいい時期ですよね。年末結局来なかったですし。そうですね、はい、もっとなんかドバドバっと来るかと思ってましたけどそうですね、意外と、はい、さらっと終わってしまった感じですよね。そうですね、おお、岩井はプラゴワンチャンありますね。これワンチャンいきそうですね。あんまここで欲張りたくないですね。そうっす、お、欲張りましたね。おお、いった、まずいよこれ。これちょっと乱数調整必要っすね。出た乱数調整
あと一個ミスさんにこれはちょっと質問があるんですけど、はい、このホムラここで5にできるんですよ。はいはい。で SR が今4なんですよ。はい。もうここは PR 同士で食わさって5にしちゃっていいですかね。まあその今すぐホムラ使いたいというわけではなかったらないんですよ。あ、だとしたらその PR プラス3のホムラは R で解放してって、やっぱそっちの方がいいですかね。でそうすね、ここは取っといて、それこそサンタホムラ、バレンタインホムラとか。あ、そうですね、僕はそっち派ですね。やっぱそうですよね。はい。動画のために少しはなんかこう SR5 が誕生したっていうのを見せたかったですけど、そこはちょっと我慢ですね。そうっすね。やっぱ解放いろんなやり方があると思うんですけど、はい。まあ、本当自分みたいな、あんまり課金しない人は PN 牧場で頑張らないと、どうしようもないですよね。そうっすね。とはいえそれでも結構解放進んでますからね、本当に。いや、この動画だけでだいぶ行く気配しか見えないです今。千賀くんもいるね。またプラゴ作ってかける派の方と、はい、もう直掛けする派で分かれますよね。分かれますね。ミストさんは5作る派ですよね。作る派ですね。あの PSR に SR 入れるときは、まあ、作る派ですかね。やっぱりちょこちょこ中途半端な PR とか SR がまだいるのが多いんで、はい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 、そこは SR プラゴにして PSR にぶち込むって感じで、SR、PR を SR に、ん S、ん PR を SR にかけるときは、はいはいはい、結構直派ですね。なるほどね。はい、お、これ5いった？あ、ちょっと見てなかったです。おお、これはサイリーいけるな。うん、もみは頑張って2位いってほしいな。円卓で飲み雷使われないって結構皮肉ですよね、本当に。ですね。ただ自分の端末で僕シラスのガチデッキ、はい、この上限解放済んだ状態でのガチデッキ、あのいわゆるテンプレですね、はいはい、やったことないんで、うん、円卓で強いのができるのは分かっていても、ちょっとセンス割れでシラスやりたいなって思いがやっぱりまだありますね。ああ、なるほど。まあ、シラスが流行った時はもうなんか能見雷のピックアップしたガチャ何回来たか分かんないですよ。とりあえずこいつらピックアップさせすげみたいな。ただ、あれって、あの時、なかなか確定分なかったですよね。そうですね、確定はなかったですね。そこが俺すげえ引きづらかったんですよね。はいはいはい。最後の荒方の時とかすごかったですもんね。すごかったですね。荒方のみ雷でしたね、ピックアップ確か。今思えば、マジであんな神ガチャないっすよね、他に。ないっすね。そこで、なんかカイジさんも。頑張ったしましょうね、初めて。ましたよね。これちょっと待って、目開いてるのが通常ね。間違えないようにしないと。そうっすね、一応 50% になっちゃいますからね、別腹と。そうっすよね。もう5いってほしい。これは5いったらでかいっすね。イエス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 、すごい。よし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 。そしたら次はこっちですね。うん。で PR、 あ、まず PR やっぱ育てないとダメだ。じゃあ R だ。R の5が、いや、やばい、みんな目閉じてるよ。これ 50% じゃないの。 50% だよ。こうなると時間でいった方がいいまでありますね、 PR に。その子はちょっと別、あ、同じやつで育ててもらって、じゃ先に R52 つこう食べさせますね。あ、そうですね。とか4いったらすごいっすね。
いやなるほどなるほどなるほど、施設ここを育てますね。おあでもここも別バージョンだから食わせ合えないのか。食わせ合いはできないですね。こことここで、そうですね、同レアリティはちょっと危険ですね。なるほど、したら現状食わせられるのはこれだけなのか。そうですね、結構危険だなこれ。ちょっと待ってちょっと待って今残ってるあるはこれだと。はい、 PR がこれだと。非常に難しくなってきたぞ。まあ、僕ならその PR プラ2のやつにも残ったら、ガガガガーっと、はい、僕は行っちゃいますね。5を作っても最大2なんで、ここはちょっと神解放を狙うっていう。でもどっちにしても待って、 SR の45がまず見えてこないな。そこ結構厳しいですね。ひとまずこれ先に行っちゃいます。はい、2位行きたい。ここはそうですね、さっきダメだったんで今回は。いやいや、そうくるか、そうくるか、そうなってくると、いや、やっぱ頑張ってゆっくりやっていくしかないかなこれ。直で食わせるのもったいないですもんね。まあそうっすね、 それだけあるあるってなると、やっぱり PA の牧場来た時は解放が相当見込めますから、ね、そうっすよね、はい、母体しっかり取っておきたいですもんね。はい、なるほど。じゃちょっとこの覚醒の話に関してはまた後で、はい、ちょっと続けていくといった感じで、まずは SR の解放進めていきますね。はい、そしたらまずはサイリーいきますか。はい、いけ41。うわきたきた渋いの来てるよ。ちょっとあれっすね、 PR からの R 解放が良すぎましたかね。いっちゃうよ、おお素晴らしい。 OKOK、 でも今から作っていく PR プラゴとかはもう全部こっちに行くイメージですよね。そうっすね、もうひとまずこっちは、ま、待つというか、はい、まずこっちサンタバージョン45にしてからっすよね、いろいろ考えるのは。そうですね、はい、そしたら次はカリンちゃん、そしてカミラ。あカリンちゃんに関してなんですけど、別バージョン、そうですね、僕は別バージョン来ると睨んで SR2 体目の解放はちょっと温存してるって感じですね。なるほど、たらじゃあここだけ行きます。いやここはでかいっすね、ここはマジで2位行ってほしい。いやー行ってほしいとこが行かない、行かなくていいとこが行くそしたら岩井、せっちゃん、カミラ、はい、その辺は別バージョンとかに関して現状大丈夫ですか。まあ、カミラくらいですかね、あるとしたら。なるほど、ね、っていう感じですね。ここ行きます。はい、試合経験点、うわ、いやー逃した。岩井もまあ次の覚醒候補ではあるのかなっていうのはあります、ね、はいはいはい、ああと
せっちゃんに関してはやっぱりこのせっちゃんって育てる必要ないですかね。まあそうですね、正直使い道は今のところないので。そうっすよね。はい、さあ、うおー、なんだなんだ、急にえぐいことされてる。おっと、そしたらこれで終わりかな。ひとまずかりんちゃんは待機と。はい、そしたらひとまずちょっとお待ちください。ボックスの整理をしたいと思います。はい、一回こうキープしておこう。まだ雷こんな待ってますからね。また次 R ね、ボタン1個手に入れただけで。いやー美味しいですね。で SR もね、本当にいっぱい余ってるんですよ。すごい。解放は進んでないかもしれないが、キャラ数言ったら結構増えてきましたよ。いやもう相当数いますね。もうミキサーはしない派ですか、もう完全に。いや、ね、すっげー言いづらいですけど一応まだする派です。あ、なのでさっきミストさんもおっしゃったように、すぐに解放とかもしないようにしてるんですよね。はいはい。今 SR 例えばここも残しておくとか、はいはい、もっと言ったら PSR ですらミキサーしたい欲はあるんで。なるほど、まあ、博打は楽しいですよね。楽しいですね。こことかももう45にできるけど、今すぐビビ連れていくかって言われたら難しいとこだし、うん、そうですね、ビビちゃんもまあ覚醒だったり別バージョンとかってこと考えたら、まあひとまずって感じで今ここもせず、ここもせず、ここもせず、うん、まあ、ここはしてもいいなとは思ったりしてるんですけど、うん、それこそ見積もりに関しては、そうですね、ここはもう僕ね、ミキサー要因っていう感じになっちゃうかな。そうですね。あとこう45で、正直僕超有能じゃない限り、例えば田中山ぐらいの45になった後の SR とかはもうミキサー要因にしてます。はい、あ、ここの PSR 田中山が出て、じゃあそれを50目指せるかって言ったら、そこまで育てられる気力というか意思が僕にはないと思うので。確かにそうですね。だこことかもミキサー要因ですね。なるほどな。宇戸くんは全然俺の中で結構やっぱりね、昔プレイしてたからなのか、俺の中で強いキャラの一人っす。いやー、ムド君昔めっちゃ強かったっすね。めっちゃ強かったじゃないですか。はい、だここはしっかり45目指します。ただ今すぐ別に解放云々は急ぐ必要はないなっていうところっすね。はいはい、って感じですかね。ひとまずちょっとこっちも見ていきましょう、漏れのないように。いやー、倉庫500ってのがすごいっすね。いや、 やっぱ先行投資ですよ。大事です。僕200で止めてるんで、前も PN 牧場の時はもうクソだるいっすもん。それめっちゃだるくないですか。めっちゃだるいっす。いや、僕の動画で PN 牧場した時におばあちゃんがコメントでくれたんですけど、はい、おばあちゃんが、おばあちゃんって僕の実のおばあちゃんじゃないですよ。いや、分かった、あのよくコメ欄に出現するおばあちゃんがやっぱりここで一回拡張することは未来への投資だって言ってました。おー、名言ですね。毎回やっぱり普段から引いていくノーマルとかですら通ることありますからね、 PN に。いや、そうですね。有能のノーマルはやっぱり取っておくっていうのが大事かと思いますよ。いや、僕もそれは今でもやってますね。 SR プラゴじゃない PNN が来たらとりあえず取っといてますね。そうですよね。はい、ひとまずお見せできるところで言うとこんな感じになっちゃうかな。なこことかもすぐ5にできて、はい、SR も持ってるんですよ僕。はい、
あ、エサモンではここ PSR だ。ああ、そこちょっと難しいですね。そうそう、いろいろすぐにここ食わせ合って解放すりゃいいじゃんって思う方結構いると思うんですけど、はい、なかなかそうはいけないですね。あ、そっちにもいるんすよ。なんかもう廃課金者みたいな感じのなんか俺今までこっちにねいっぱいいて364ってイメージ僕にないんですけど、はいはい、もう有能が結構溜まってるんですよ。確かに。ただ圧迫しないようにここも一応残してあるって感じですね。なるほど。もう PSR に PR は PRR はかけないっていうスタイルですかね。それが僕だと思ってます。あ、そうっすよね。通らないですからね、普通に考えて。普通に考えればそうっすね。たまに通す男がね我々の近くにもいるんですけど結構通してると思いますね。あれは何かおかしいですね、徳さんの相方の方は何かがおかしいさあこれですね。うわ、まあでもひとまず覚醒させることは俺間違ってないと思うんですよ。まあそうですね、覚醒だけなら全然。ちょっとここだけは一回やっときますね。はい。うわ、うーかっこいい。で、あ、もう覚醒されたわけね。こっからが大変らしいっすね。やりたくないね俺がやっちゃいけないでしょこれ。いやでもなんか通る人はもう全然通すらしいんですけど、もう通らない人はもう全く通らないって言ってたんで、ね、あれちょっと待って、これでこれですね。そうですね。なるほどなるほど。どのくらいまでが安牌なのかな。確かまあ、5以降が結構闇って言ってましたね。5以降、そうですね、そこまでは結構高確率なんですけど、一気にもう金ですら通らない領域になってくるっていう話らしいんで。え、でこの潜在強化アイテムをで、まあ、こういう感じで作るわけですね。そうですね。いやきつっ。でその SR でもレベルをマックスにしてからやらなきゃいけないんで、あのゲドウとチャリンが交えなくなるらしいです。いえ、一回爆笑したのがセンシュルとチャリンになるじゃないですか。なります、ね、それをやり尽くしちゃったせいで選手オファーに一体も出せないっていう人がいてああなるほどね。もうそれは覚醒の闇だなって思いましたね。なるほどなるほど。ちょっと覚醒はしっかりちょっと一回この生贄を考えたい。そうっすね、考えてからしっかりやっていきたい。これは、はい、だからミキサーもだから下手にできないんですよね本当に。そうっすね、やりたいんですけど。確かに確かに。 PR でも一応できると。ただ必要数が5、そうですね、R が10、はい、くーきちいぜなるほどなるほど。これはまた別動画になるかな。ちょっとしっかり、そうっすね、ちょっと作戦会議しかやった方がいいです本当に。これちゃんとやった方がいいですよね。やった方がいいです。俺のイベキャラがどんどん消えてゲドもここもチャリもいっぱい消えて、結果何も残らなかったし、しょうがないですもんね。いや、しょうがないですね。でもいずれ騎馬をまず46に乗っけて、はい、覚醒こっちだけ育てればいいと思うんですよ。あの下だけ、はいはい、こっちだけね、はい、初期評価はもう全然 PSR ならある程度追えば付き合えることは付き合えると思うんで、はい、だこっちでしっかりやれればクリスマスえぐい経験で出ると思うんで。そうですね。だ、まあユニキバも正直覚醒マックスになれば暁強化が来た時に、はいはい、まあ、二股とかするじゃないですか、はいはいはい、まあ、ツノリアとだと思うんですけど、はいはい、でツノリアが選択肢をまあ間違えずにやれば手応え3でもらえるんですね、はいはいはい、でそれがユニキバの開口なんですよ、はいはいはい、だから相性がめっちゃいいんですよね。なるほどなるほど。それ考えていくとユニキバ
全然未来ありますね。なるほどね。じゃあ俺は結果的に PSR 持ってて大当たりってイメージでいいんすね。いやめっちゃ大当たりっすよ。なるほど。ただですよ、私の場合 PSR 確定分2連続で基盤なんですけど問題ないですね。それもそれは今思えばラッキーだったと思います。ラッキーだったと、はい、思いにしましょう。はい、じゃあひとまずボックスの整理もこんな感じで、よし、また日々ちょっと頑張って PN 牧場から俺はやっていきます。はい、そうっすね。まあまあでもここもここもここもで意外といい PSR は持ってますよね。モードがやばいっすね、まずモードやばいっすね。モードあの動画見た時マジびっくりしました。もう神っすよね。20分の1ですもんね。ちょっと神っすよね。しかも30連目かなんかで虹谷でしたね、あれ。そうっすよね。あんなガチャは俺が引いてはいけないガチャですよ。いや、あんな引きはあーでもよく引こうって思いましたよね。あの僕もう引きたかったですけど、まあ我慢しようかなって感じだったんですけど。あ、今回の50連ですか。はい、なんかきっかけみたいなのあったんですか、引こうと思った。やっぱりね、コメントで、あ、コメント徳は引かねえのかよっていう。徳さん引かないのっていう。いや、それがまあでも一番だったかな。もちろん絶対引かなきゃいけないっていうガチャじゃないじゃないですか。まあそうですね。で俺もしっかり確認したんですよ。例えば50連目で PSR 確定とはバナー 見たんですけど、はい、60連目に例えば選択ガチャ券がつくのかとか、はいはい、50連目が選択ガチャ券つくのかとかいろいろ考えてメリットを探してて、はい、やっぱり選択ガチャ券がない分ちょっと引こうか引かまいかすげえ悩んだんですけど、はい、ずざずずコメントにやられましたね。なるほど。いやー恐ろしいなコメント欄。でも正直引いた理由は一つあって、やっぱ本当モードは大きかったですよ。あここで引けばせっかく円卓に慣れてきて、はい、自分もちょっと円卓で強い選手ができ始めた中、はい、あ本当にセンスと招きさえ被れば SS3 以上量産できるなと思ったら、はいはい、まあ、やっぱこういうタイミングでモードは狙った方がいいかなっていうのはありましたね。そうですね、結構モード難民の人は引いてたイメージはありましたね、はい、そうですね、はい、でも言うてでも10分の1は辛いっすよ。そうですね。いやだから本当に動画でも言ってて、多分ミストさんも見てくれてたならわかると思うんですけど、はい、本当ここでまたユニキバ来たら俺どうしようっていう毎回入ってるんですよ。確かに3連続でこの PSR 確定分の時に3連続で入ってるキャラって俺何体いるのかわかんないけど毎回ユニキバ入ってて今まで全部引いてきたから、はいはい、マジで怖いなって思っててモードでしたね。なるほど、幸せでした。いやー、まあ、そうですね。まだ多分引いてない方もいらっしゃると思うんで、まあでも正直無課金の方にはあんまりおすすめはできないですか。うーん、そうですね。でも俺的にはまあ全然行ってもいいガチャだと思うんですよ。はいはい。ただなんだろう、絶対行けってガチャではないし、絶対行くなってガチャでもない。それはもう無課金の方でもトップランカーでも全員そうだと思いますね、今回のこの50連は。そうですね、なんか絶妙なラインですよね、はい、そうですね、はい、地味にやっぱり外れが実はいたり、はい、じゃあ本当にずっと使えるようなもうテンプレにインするようなキャラが何人いるかって言われると、はい、それもまたちょっと実はんって感じでもありますし、はい、まあ、あとは限定キャラが多いっていうのも、あの無課金の方としてはちょっとね解放が今後進めづらいんじゃないかっていうところもあったりとか、いろいろ難しいところあると思うんですけど、はい、でも有能が多いっていうのもまあ事実で、はい、引くか引かないかをまだ迷ってる方がいたら自分の意思と相談して、はい、220あれば全然引いていいガチャだと一応僕は思います。なるほど、勉強になります。え、どうでしょうか、みそさん的に。いや僕が多分美課金のワンランク上くらいの立ち位置だと思うんですけど。確かにそうですね。でも普通の課金者レベルだと思うんですけど、はい、から見ると
まずバナーのキャラを見て、はい、45じゃないキャラが何体いるかっていうのをまず見るんですよ。おお。で、はいはいはい、または持ってないキャラが何体いるか、はいはいはい、で20キャラ、まあのみ出現ということで、はいはいはい、ここが、まあ、3分の1以上ですね。3分の1以上持ってない、もしくは45じゃなかったら、まあ、全然行ってもいいっていう感じですね。あ、なるほどね。それより少ないってなるとやっぱ被るのが怖いですし、そうなんです。 PSR の母体すら持ってないのに45もあってさらにそれ引いちゃうみたいな、はいはいはい、もったいないことが起きちゃうんで、ここも考えてやっぱり石、まあ、全部出して220個っていうのは、まあ、もう安い石じゃないんで、そうですねっていう感じですね。ただ今回僕はスルーさせてもらったっていう感じで、はいはいはい、はい、まあ確かにね、まあ、事実外れではないけど、振袖、あ、振袖雅じゃないこの雅とかの PSR 出てきても難しいですもんね、本当に。いや難しいですね。ブラックドロイドとかシグレとか木村とかなんかもその辺が何とも言えないキャラがいるのがちょっと罠だなっていう感じも。そうですね、まあ、ブラックドロイドはコツはね、そうですね、神レベルにいいから、はい、まあまあ使い道としては投資キャラ揃ってなきゃ全然いけるとは思うんですけどっていう感じですよね、はい、そうなんですよね、うん、第一線ではないなっていうのがちょっと多いので。確かに確かに、はい、ちょっと癖あるからね。そうですね、確かにその第一線っていうキャラが正直今回の20キャラの中で言うと、はい、どうだろうね、4分の1?3分の 1?3 分の1ぐらいかな、3分の1ですかね、うん、はい、っていうのがちょっとその難しさではあったりしますよね。そうですね。ただ特別弱いキャラは別にいないなっていうのは、いや、いないですね、思いますので、はい、まあ、それは皆さん本当石との相談って感じで、はい、石ない人がわざわざ課金して今まで無課金だったところから美課金になるとか、はい、課金者になるってほどまではしなくていいガチャではあると思います。そうですね、はい、感じですかね。はい、じゃあそんな感じでよろしいでしょうか。あの一応また今度ミストさんにもお付き合いいただいてもらって、はい、あの騎馬に関しては、はい、一緒にちょっとやっていきましょう。そうですね、自分もここに関してはいろいろすげえ考えながらパワープロ取り組んでる方だと思うんですけど、はい、もうね、頭おかしくなっちゃうと思うんで横についてもらって、はい、一緒にやりましょう。はい、お願いします。じゃあ今回の動画はここで締めさせていただきたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。